FM802 からトヨタほのかがお送りしている802パレット、この時間は再びこの方がやってきてくれました。自己紹介をお願いします。はい、こんばんは、ふりはたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先ほど2時台には小説家になろうノベルオンレディオのコーナーで一緒に小説を朗読しましたが、うん、今夜2回目の登場ということで戻ってきて、はい、くださいました。はい、はい、ということでね、その時にもちらっとお話しましたが、はい、栗畑愛さんは先週セカンドミニアルバムメイクアップリリースしました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、はい、です。9月にミニアルバムムーンライズでソロアーティストとしてデビューした栗畑愛さん、はい、代名詞とも言える80年代シティポップサウンドが詰まった1枚です。はい、まあ、あのミニアルバムも2枚目というタイミングで改めてにはなるんですけど、その愛さんがアーティストとして80s のシティポップを表現したいと思ったきっかけを改めてちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。はい、まあ、子供の頃から両親がやっぱり竹内まりやさんだったりとか、うん、チューブさんだったりとか、まあ、80年代の楽曲は小さい頃から聴いていたんですけど、うん、こう大人になってまた海外でもシティポップですか、80年代のサウンドが流行って、うん、で自分も大人になって聴く機会があったんですけど、やっぱり自分がまだ生まれてない時代っていうのもあるんですけど、うん、憧れだったりとか歌詞もすごい大人な歌詞だったりとか、うん、とても魅力的な、なんか時代でサウンドもすごいかっこいいなっていうので、うん、やっぱ大人になって気づくことがすごくありましたね、80年代のサウンドの良さっていうのが。なるほど、はい、そしてもアーティストとして自分が、そうですね、アーティストとして自分が歌いたいって思ったサウンドがやっぱり 80s シティポップ、うんうん、80s のミュージックだったっていうので、うんうん、自分でデビューの時のタイミングで企画書とかを書いて、こういう感じでアーティストとしてやっていきたいですみたいなのをスタッフさんたちとお話ししてっていうので、はい、自分発信で始めました。ご自身で企画書書かれたんですか？そうなんです。すごい、まあ、簡単なですけど、はいはいはい、本当になんか大人な感じで、アダルトな感じで、夜のイメージでみたいな、本当にそういった簡易的な企画書をお渡しして、うんうん、でデビューミニアルバムのリード楽曲のシティっていう曲があるんですけど、うんうん、その時に初めて作詞したシティの、なんだろうな、シティの資料もその時にお渡ししてっていう感じで、はいはい、そうだったんですね。その入り口から、まあ、もう代名詞とも言えるぐらいに、うん、愛さんのイメージとしてこの80年代のっていうのはすごく定着してきてると思うんですけど。嬉しい、はい、うんうん、今回このメイクアップというタイトルは愛さん自身がつけたと伺いました、はい、そうなんです、うん、なんかやっぱりデビューミニアルバムで言うとこう皆さんに感謝を込めた一枚だったんですけど、うんうん、メイクアップはこうデビューミニアルバムからまたさらにパワーアップ成長した私っていうので、うんうん、いろんな楽曲たちを着ていろんな表情だったりとかいろんな歌い方だったりとか、そういった自分のいろんな表情を見てもらいたいなっていうので、うん、メイクアップっていうタイトルをつけさせていただきました。なるほど。そのデビューミニアルバムの時から今回このメイクアップにかけて、うん、なんか変化した部分とか、うんうん、今回その新しくそのチャレンジしたこととかってありましたか？ああ、やっぱりデビューっていうところで言うと、うん、また全然切り口が80年代っていうサウンドっていうのもあって、うん、応援してくださる皆さんとか戸惑った方とか多かったなっていうのがあったんですけど、うんうん、まあなんだろう、ライブも経て皆さんもすごい温かい応援をくれて、うん、ちょっと自信もついたっていうのもありますし、やっぱ挑戦っていうところで言うと男性目線の歌詞を今回、うん、書いたので、なんかまた違った印象の曲ができたかなと思っています、うんうん、やっぱりその目線が変わると結構書き方も変わってきますか？あ、なんか結構なんとかだぜとか語尾の感じとかなるほどなるほど、言ってみたりとか、うんうん、なんかちょっと臭いセリフっていうのを歌に込めたりとか、うんうん、ちょっとまたデビューミニアルバムよりは濃いものができたかなと思うので、うん、なんかそういったところも聞いてもらえたらいいなと思いますね。確かに、よりその突き詰めていった感じはしました。そのそうかもですね、うんうん、なんか客観的な部分もあるんですけど、うんうん、よりドラマチックに一つのドラマを見ているような感覚になる曲たちが多いかなと思うので、うん、なんかのめり込んで楽しんでもらえたらなと思います、うん。
そしてあのデビュー作に続き今回も全てのね曲の作詞を担当ということで、さっきも作詞の話も出てきましたけれども、はい、うん、そして本間昭光さんが全曲のプロデュース作曲編曲手掛けています。はい、まあ、本間さんはこれまでポルノグラフィティや鈴木雅之、生き物係、木村カエラなど数多くのアーティストを手掛けてきた名プロデューサーですが、本間さんとはその楽曲制作の時どんなお話するんですか？あ、うん、なんか私が結構こういう楽曲歌いたいですとか、うんうん、ベースがベインベインしているラインのベースラインの感じとか歌いたいですとかはいはい、はい、なんか本当そういった感じですね。結構イメージを伝えてる感じですか？イメージ、そうなんですよ、うん、少年みたいな方で気さくで、うん、結構連絡とか頻繁に取るんですけど、うんうんうん、そうなんですよ、いいねって全部言ってくれて、優しい。そういや面白そう、やってみようみたいな感じで楽しんでくださってるんで、うんうん、制作とっても楽しいですね。いいですね。しかもその、うん、今までいろんな方やっぱ手掛けてる中で音楽に対する知識ってものすごく豊富だと思うので、うん、その中でその愛さんがこういうのをしたいっていうイメージを、うんうん、なんか明確にその技術として落とし込んでくれるような。そうですね、うんうん、もう詞を送って本間さんが曲を作ってくださるんですけど、うんうん、全部視線で制作は進んでいって、うんうん、やっぱり自分のイメージしたもの以上のものが、うん、あの本間さんからいただけるのでとっても楽しいですね、うん、いいタッグですね。いや非常に素敵な、もう本当に贅沢な時間を過ごしてるなと思います、うん、そしてアートワークや CD ジャケットも 80s シティポップの雰囲気が漂っておりまして、新曲パープルアイシャドウのミュージックビデオは80年代トレンディードラマ風に仕上がっています。はい、もう今作 そのメイクアップもそうですし、ムーンライズ、はい、パープルアイシャドウと結構紫を基調にされていると思うんですけど、うんうん、これ何か理由があるんですか？私があの、うんうん、レーベル第一弾アーティストとしてデビューしたんですけど、はい、レーベル名がパープルワンスターっていう名前なんですよ、はい、なんでなんかパープルっていうもの、紫をモチーフにしたものが結構多いなと、私もなんか自然とそうなっちゃったっていう感じですかね。そうなんですね。そのどちらから紫にしようってわけじゃなくって、自然ともう紫色が自然と、うん、なんかうちのスタッフさんもみんな結構紫のもの着てたりとか。あ、そうなんですね。私もなんかレコーディング紫の服着てたりとか、なんかちょっとそういったちょいちょいしたものがあったりするんですけど、うんうん、でも本当アートワークもなんかこだわって、うん、MV もなんですけど、なんか映像美であったりとか監督がすごいこだわってくださってる部分っていうのもあったりして、うんうん、皆さんがこう楽しく作って、大人たちがすごいなんだろう、すごい高度な技で楽しんでるっていう感じがこのプロジェクトのいいところかななんて思ったりしてます。確かに確かに、その私はすごくその新鮮だったというか、うんうん、その80年代にまだ生まれてないと、うんうん、その時代を触れてないので、なんとなくその懐かしさっていうのは分かるんですけど、うんうん、どっちかっていうとこんなんだったんだっていう新鮮さの方が強かったんですけど、逆にその時代その世代の時にたくさんもトレンディドラマ見てたよという人であれば、うん、もううわーここでこの感じ懐かしいなみたいな絶対楽しみもあったでしょうし、なんかいろんな世代の方が見てもすごい楽しんでもらえるんじゃないかなって思いますね、うんうん、令和に。そうですね、なんかすごいこう面白いことやってるなっていうので、うんうん、若い世代の人はそうやってこう新鮮に感じていただけたりですとか、うんうん、まあ自分の両親ぐらいの方だと懐かしんでもらえたりっていうところで言うと、幅広い方に届けられたらいいなと思いますね、うん、あの私、うん、パープルアイシャドウのしっとりとしたイントロがめっちゃ好きで。あ、嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ素敵、あの入りだけでも胸がキュッてなる感じがすごい好きだったんですよね。なんでもこれから毎週その愛さんの楽曲をラジオからお届けしていくわけなんですけど、はい、そのたんびにその前後をね聞いてたら愛さんの楽曲でっていうの流れを聞いてたら方法ってなると思うんですけど、うんうん、たまたまその楽曲の最中とかにラジオをパッてつけた方が、うん、802のこの時間どういう番組やってたっけっていうちょっとびっくりされる感じとかもなんか私はそこを仕掛けに行ってる感じがしてすごい楽しみどんな反応を受けるのかなっていう私を知っている方だったらまあおなじみの曲とか分かると思うんですけど、この曲だ確かに曲だけ聞いたら
何年前のな何さんの曲って思う方が多いかもしれないですよね。なんでその本当にいろんな世代の方の耳を引きつけるような本当に楽曲たちになってると思うので、うん、本当これから毎週すごく楽しみだなと思っています、はい、ありがとうございます、はい。さて降幡愛さんの今後の予定なんですが、降幡愛ファーストライブツアーの開催が決まっております。はい、関西は4月24日土曜日、ゼップ大阪ベイサイド。はい、ソロアーティストとしてデビューしてですね、初のライブツアーになるんですよね。そうなんです、うん、はい。やっぱスペシャルライブっていうのは11月に開催したんですけども、うん、はいはいはい、ツアーっていうのでいろんな場所でっていうので、うん、でいろんな方たちともう自分の好きな音楽を楽しめるっていうので、うん、いやとっても、まあ、不安と緊張もありますが、とてもワクワクしています、うん。その11月のオンラインで開催された新世代アーティストたちのライブなんですけども、はい、ハチパレチームを大阪から見ておりまして、嬉しい、ありがとうございますやっぱりそのどんなこの楽曲を持ってどんなライブをするんだろうっていうのは、うん、すごく気になっていたので、本当になんだろうな、自分が違う世界に入ったような感覚になったというかアーティストの中でも結構異質だったちょっとトップバッターではあったんですけど、はいはい、異色な感じに思ったと思う方も多かったじゃないかなと、なんかいろんなフックにかかればいいななんて思ってます、うんうん、そうですね。なんでその、うん、サウンドとしてはちょっと懐かしいところあるかもしれないですけど、うん、そのライブにおけるその技術っていうのはすごく今進んでる中で、うん、そことまあ組み合わさった時、照明の感じとかセットの感じとか、うん、組み合わさった時のその化学反応みたいなのもすごく楽しみだなと、うんうん、思いました。もうライブが本当に楽しいですねぜひ来ていただきたいなと思います、はい、ぜひお伺いしたいと思います。はい、そしてあの来週からも二次代のコーナー、小説家になろうノベルオンレディオに登場してくださいます。はい、残り4週ですね、一緒に小説を朗読していきますので、こちらもぜひ楽しみに聞いてください。よろしくお願いします、はい。それではセカンドミニアルバムメイクアップから1曲お届けしてのお別れです。では愛さんから曲紹介をお願いいたします。はい、雨の歌を歌った楽曲です。降幡愛でパープルアイシャドウ。この時間は降幡愛さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。